今までの映画を拝見してますと、最初のその男凶暴につきでは兄弟愛ですよね、妹に対する愛情で、これは妹が、精神薄弱であるというようなこと、それから2つ、その「あの夏一番静かな海」では2人は言葉を交わせない、ろう者だと、それから花火では今度は初めてと言っていいほど夫婦の愛情が描かれたんですけど、これは奥さんが病気 でしかも寡黙なというところがありまして、その愛情表現には何かこう欠陥がつきまとってんです、何かがいつも寝ていたり、あるいは言葉がしゃべれなかったりということなんですけれども、それはどう解釈したらいいでしょうね。小説でも映画でも、基本的に、それはよくある手だと思うんですけど、一人がハンデを持ってなくて普通の男女だとしたら、この二人の関係がバックボーンが普通だとしたら何にも関係始まらないというか、確認のしょうがないんで、そうすると映画的には戦争を起こして、戦争が始まって男が戦争に行ってしまったり、テレビドラマだとなんか違う女の人が出てきてしまったりというふうに関係を壊すというかね、ギクシャクした関係になるようなことが現れて、お互いに何かやるような感じなんですよね。だからそれが一応ドラマだと思うんですけど、ただ自分は本当は何て言うんだろう、一つの事件というのはすごい映画にとっては財産で、アメリカはベトナム戦争でどのぐらいの本数の映画を作ってどのぐらい稼いだかっていうの、ですごい残酷な言い方すれば、我々の文化の中に男女の関係で社会的に激変するようなことがないんで、すごいつまんないと思う時があるんですよ。そうするともっと個人的な問題に押し込めて、社会ではなくてもう完全なフィジカルな問題だとか精神的な問題にちょっと最近まで押し込んじゃったんですかね、それは一つのパターンでしょうね。だからまた違うのがあればっていう、そうすると意外にヤクザっていうのは、ヤクザの組織というのが、その一人の男の行動を規制して、その中でヤクザがどう動くかみたいなことがあって、意外にそういうのがみんなドラマになってるじゃないですかね。